視聴者の中に二人絵を今もなお読み続けている方いますか？今回はそんなテーマっていうほどのことじゃないけど、ちょっと話したいと思います。今もなお連載が続いている長寿漫画って言ったら何を思い浮かべますか？ちょっと前だったらさ、多分真っ先に上がるのが、こち亀とかだったと思うんだけど、今、なんだろうな、ワンピースとか、初めの一歩も、休み休みなのかしんないけど、続いてるよね。ちょっとね、俺、昔は読んでたんだけど、もう今読まなくなっちゃったからさ、わかんない。あと、ハンターハンターも一応それになんの？ とか、あと、ちょっと最近ね、作者さんが亡くなられちゃったけど、ベルセルクとかもそうだし、ゴルゴ13とかもそうだと思うんだよね。ただ、俺は、二人絵をあげるよね。今もなお連載がついてる長寿漫画といえば何ですか？二人絵って答える。だってさ、この漫画さ、1996、ちょっと、正確な情報かわかんないけど、ウィキペディアかなんかで見た、あれだから、ちょっとわかんないけど、1996年に連載が始まって、当然20世紀の頃に連載が始まってさ、で、今も連載が続いてて、単行本が85巻まで出てて、100巻まではいってないとしても、まず漫画で100巻いくのがそうそうねえんだからさ。85巻まで続いてて、で、累計2700万部売れてるっていう。で、しかも、メディアミックスがすごくて、アニメ化が2回、実写化が4回。アニメ化2回、実写化4回してる漫画って他になんかあんの？なんかあんのか？それ。他に。実写化を4回だよ。それぞれ毎回キャストが違うのを4回。で、なんか劇場版2回、ドラマ2回、計4回。ある？そんな漫画。アニメもしてて、実写もしてて。しかも1回じゃない。複数回。ワンピースですらしてねえじゃん、そんな。なんだけどさ、やっぱちょっと、長寿漫画といえばで、いの一番に上がる漫画じゃない気がするんだよね。俺のただの気のせいかもしんないけどさ。つかさ、そんなにこの漫画、今も人気なの？って思っちゃうんだよね。始まった当初は、始まった当初ならまだわかるんだよ。これ単なるセクシー漫画じゃなくて、この知識とか、ハウツーとか、そういうのをふんだんに取り入れた漫画で、新しいっていうか、それで多分人気を博したと思うんだよね。で、俺が中学生ぐらいの時にこの漫画が流行り始めて、で、俺だからヤングアニマルって雑誌に連載してる漫画なんだけど、その中学生でヤングアニマルとか読んでないんだけど、でもこの単行本を、最初に知ったの何だったっけな？友達が学校に持ってきたのかな？持ってきたのか、わかんないけどさ、黄色い単行本じゃん。目立つじゃん。黄色い単行本になんかピンクの文字で二人絵って書いてあるからさ。目立つし、タイトルもめっちゃ覚えやすいしさ。で、人気っていうか、もうヤングアニマルは知らんけど、この二人絵は知ってるみたいな形になってたんだよ。
で、中学生当時、これ前さ、なんかの動画でさ、俺、喋ったと思うんだけど、中学生当時の俺がさ、二人 A を読んでさ、めっちゃ、ドキドキして、ああ、俺も、彼女できたらこういうことするんだ、みたいな感じで、ワクワクみたいな感じで、ドキドキしたって。で、このユラさんにいろいろお世話になったんだけど、まあ、未だにね、未だにそれを実行できていないっていう。そういう悲しい思い出があるんだけど、現在進行形で悲しい思い出なんだけど、まあ、それはいいや。人気があったのはわかるんだよ。初期の頃はね。実際売れてただろうし。たださ、今さ、今、二 人を読んでる人っていんのって、まあ、いるんだろうけど、でもさ、85巻も持ってる人いんの？一巻から。ずーっと追い続けて買います、みたいな。発売日に買います、みたいな。マジでね、それがね、他の、そのワンピースとか、ハンターハンターとか、はじめの一歩とか、ベルセルクとかさ、に比べるとね、なんかイメージしづらいんだよね。まだ読んでんの？みたいな。全部買い続けてんの？みたいな。マジで疑問に思わない？で、今もまだ連載を続けてるってことはさ、ヤングアニマルでさ、人気があるってことでしょ？まあ、それとも、まあ、アンタッチャブルっていうか あれなのか。もうね、雑誌に貢献した作家さんだから、もう、終わるタイミングはお任せしますよ状態なのか。たとえ、そんなアンケートがあれだとしても、アンケート制なのかどうか知んないけど。まあ、どっちにしろすごいはすごいんだけどさ、そんな読んでる人いるんだ。で、やっぱ他の長寿漫画に比べるとね、なんか思っちゃうんだよね。だって今となっては感があるじゃん。もう。ネットも普及しちゃったしさ。普及しちゃったっていうか、普及した作家、こん、そんな売れてんの？みたいな。イメージあるんじゃない？まあ、2700万部。これはだから初期の頃のブースターが効いてんのか、わかんないけどさ。なんでってやっぱ思っちゃうんだよ。ピンとこない。し、そもそも、85巻まで、やることあんの？ いくらなんでもさ、なんかこう、妊娠とか出産、したのってさ、だいぶ後なんでしょ？確か。割とつい最近じゃなかった。で、俺さ、読んでなかったから、初期の方しか読んでなかったから、最近でもちょくちょく買ったんだよ、電子で。未だにさ、俺こういう本ってさ、書店じゃ買えないからさ、当時も今。あれ、でも俺当時、古本屋さんかなんかで買ったのかな？ちょっと覚えてないわ。だから今、電子で買ったんだけどさ。だから、このユラさんがさ、妊娠出産したのつい最近だよ。確かな、70何巻とかだよ。引っ張りすぎっていうか、そこまでやることあるんだ、みたいな。もはや、ヤングアニマルの正規問題、みたいな感じで思ってたんだけど。だからここまで、そんなこの漫画、が人気あるんだって、すごいっていうか疑問に思っちゃうのが、この二人、あともう一個、流されてアイラン島って漫画があるんだけど、ガンガンだよね。この二つだけだわ。ちょっと前までだったら、ハヤテのごとくと、あとスケッチブックっていう4コマ漫画があったんだけど、マジで誰が読んでるのか。ハヤテのごとくもね、いや、一時期すごかったけど、まあ、とあるところから、あ、まだ続いてんだ、みたいな。ちょっと言っちゃ悪いけど、好きな人いたらごめんね。多分ね、多分いろんな人が言ってるからさ、俺だけじゃないんだなって、ちょっと安心したんだけど。俺もだって、ハヤテのごとく、同人誌出したし、単行本途中まで買ってたもん。確かな、アテネ編までは。そっから先、マジでなんだかな、あかん。あって、あとガンツもね、奥博弥先生のガンツもちょっと途中まで単行本がさ、
最初赤だったんだよ。まあ黒ベースで、なんか赤い差し色の時があった。赤色の時までは面白かったけどさ、青になってから途端になんかさ、早く話進めてよって思うところが多々あって、でもう記憶が曖昧だから、あれなんだけど、なんかさ、主幹がさ、ジャーナリストみたいな人？なんかこの騒動の嗅ぎつけたジャーナリストの視点になった時点で、ああ、もういいやって思って、そこでもう読むのやめちゃったんだよね。い まだにどう終わったのかガンツ知らないんだけど、以前のイカ娘しかり。まあ話しといたな。二人エッチの話しなきゃ。二人円の話しなきゃね。今ね、言い間違いですからね。てか、YouTube もはっきりしろよな。どこまで行っていいかっていうガイドラインに出せや。曖昧なところじゃなくて。まあいいけど。で、このさ、漫画をさ、誰が読んでるんだろうなーって、流されてアイランとはもうガチで分かんなかったんだけど、ちょっとあって思ったことがあって、なるほどなってちょっと思ったことがあって、で、俺も今回他人事じゃねえやと思って、このテーマっていうか、話のネタにしたんだけど、この作者の方の、二人円の作者の方の、ブログみたいなのを読んだら、なんか最近人気キャラ投票みたいなことが、なんかイベントみたいなのがあったらしいのね。で、まあ基本的にさ、そんなこの漫画で人気キャラなんて女性キャラクターがメインだとは思うんだよ。で、ただ、その中で、なんかね、高齢童貞の人が出てきて、高齢童貞のなんか50、60のおっちゃんキャラみたいなのが出てきて、そのキャラクターがね、なんか人気があったらしい。そのキャラクターの回の話みたいな。人気があったらしい。アンケートでね。アンケートっていうか、キャラ投票。まあちょっと俺は参加しないからわかんないんだけど、そういうのがあって人気があったみたいなことを、作者の方が言ってたの、ブログの中で。なるほど、みたいな。そうかと。高齢童貞に人気あるのか、この漫画と。つまり、だから自分がさ、感情移入しやすいキャラクター。主人公はさ、夫婦でさ、もうスタートの時点で夫婦でさ、そっからまあ経験がまあ浅いから一緒に頑張ろう的な話だけど、そもそも、世間昨今増えてるって言われる、その、高齢童貞は、もうその時点で、つまはじきにされてるわけだ。現状ね、現状。連載が始まった時と、まあでも、当時もなんか増えてたんじゃね、わかんないけど。で、だから、人気があって、で、なおかつ、その、高齢童貞は、増加の一方だから、その層が読んでるのかって思って、それ俺も当てはまってるよねっていうことに気づいちゃった。だから俺も最近電子で楽天コボで、まあね、一気に全部ね買うのはちょっともうさすがにきついから、部分的に読んでるんだけど、まあ他人事じゃねえなと思って買ってで、ね、俺が読んで、ああ、いいなって思ったのが、なんだっけな、ソフレ？なんか、添い寝フレンド。本当にそんな言葉あんのって思ったけど。のキャラクター。メガネの男の子と、あとなんか、あんまり、女らしい言葉を使わない、女の子らしい言葉で話さない、ちょっとこの作者の中では、まあまあ今っぽい感じのキャラクターがいるんだけど、その回は、まあ面白いっていうか、俺はむしろあれにちょっと
感情移入、感情移入ってことでもないかもしれないけど、がいいなと思いました。まあ、どこまで続くんだろうね、この漫画。100巻まで行くのかな。まあ、子供ができたから、それはそれでなんか、広がる話、でももうちょっと早くやれたよね、どう考えても。余計なお世話ですかね。余計なお世話かな。でさ、この作者さんもなんか、フルアナログでやってたんだけど、最近なんか同時、あ、デジタルを導入し始めたっぽい。なんか、これもブログでなんか、以前言ってたんだけど、スクリーントーンがもう売ってないみたいな。売ってない問題。まあもう本当そういう時代だよね。でもぶっちゃけデジタルの方が早いと思うけどね。超めんどくさかったもん。俺もスクリーントーン一時期使ってたけどさ。まあ今回はこんな話です。アイラン島はマジで謎だから、なんか情報はあったら教えてください。アイラン島読んでるよって人いたら教えてください。あと、全然関係ない話だけど、俺さ、こんなさ、絵描きながらフリートークしてるだけの動画じゃん。だからこんなのさ、誰が見るんだって正直思ってたんだけど、行って再生数2桁ぐらいかな、ぐらいに思ってたんだけどさ、なんか普通に3桁再生とかされててさ、で、中にはもう4000超えてるのもあって、ちょっと軽くビビってます。ありがとうございます。意外に、こんな手抜き動画、ただ喋ってて、ノーカット、もう編集すらもよくわかんねえから、撮って終わりみたいな。別にあれでしょ、これ、Windows キーと G ボタンを押して、なんか撮れるやつあるじゃん。それ使ってるだけだからね。で、あとサムネ書いて、はい、終わりみたいな感じの動画で、申し訳ないんだけど、なんか見てくれる人がちょっといるみたいで、まあ、週1回のペースで動画今後も撮影して出せればいいかなと思ってるんで、まあラジオ感覚で聞いてくれてありがたいです。これ前にも言った気がするな。じゃあまた来週。来週ね、次はね、アシスタントのこと。俺が経験したアシスタントの話をできればいいかなと思ってます。では、お疲れ様でした。